皆様こんにちは、フラットカーチャンネルです。本日は5ヶ月前に 3D プリンターで作りましたリアディフューザーのバージョン2を作ってみたいと思います。理由は単純で今の形状がかっこ悪かったからです。せっかく 3D プリンターで作りますので、もっとかっこいい形状にできないかデザインをやり直したいと思います。こちらが今レボーグについているディフューザーの形状なんですけども、こんな感じで取り付け点の面積を稼ぐためにこのディフューザーの背面に座面を設けてるんですけども、しっかりで、ここのディフューザーのところの形状は比較的簡素というか、頂点からハの字に開いて風をスムーズに流すことを意識して作ってはいるんですけど、角が結構ピン角で R がかかってなくて、何でしょう、 3D プリンターでなくても作れそうな本当に簡素な形状になってしまってて、でなおかつここの座面が結構取り付けてみると目立ってしまってて、本当に後で付けたなっていうのが分かるような形状に今なってしまってるのがちょっと付けてて気になってました。データを合わせてみるとこんな感じですね。遠くから見るとそんなにここの座面は目立たないんですけど、近づくとここのやっぱ出っ張りの処理もすごくうまくないんで、カクカクカクっていうここが結構かっこ悪く見えてて、本当に後でつけたなっていうのが分かるような形状になっていることに気づきました。でそれを改善して今回新たにモデリングしたのがこちらですね。ちょっと一回前の形状を消すとこんな感じで滑らかな R の曲率の形状を意識して、風がよりスムーズに角がなくスーッと流れるような断面で作ってみました。さっきみたいな角がないような形状になってます、一応 R というか。でここの広がり部分も絞りながら最後膨らまして設けて、接触面積、取り付けの面積もしっかり稼いでっていう形状にしてみました。レボグと合わせてみるとこんな感じですね。すごく一体感のある形状になったと思います。なおかつスムーズな R で空気の流れも綺麗になるかなっていうような形状になったと思います。シャーク型のようなイメージで作りましたね。シャークフィンのようなこんな感じですね。で前のを横に並べるとこんなんですね。やっぱ全然一体感がやっぱり違います。こっちは本当に取ってつけたようなボテッとしたピンピンの角でプラスチックの切り張りでも作れそうな構えになってますけど、ここもこのピン角の角がないように綺麗な R で通してスムーズに、でここは絞って、ここも R で絞ってスムーズに風を排出することを意識して作ってみました。なので一体感も出つつ空気の流れも綺麗になるかなと思って作ってみました。モデリングはこんなとこですね。違いはでは今回こいつを 3D プリンターで出力してみたいと思います。ディフューザー完成いたしました。結構綺麗に滑らかな形状でできたと思います。前の形状よりはだいぶと取ってつけたような感じがなくなると思いますんで、これをつけて前よりかっこよくなるかやってみたいと思います。ちょっとまだここがちょっと映像では分かりにくいかもしれないですけど、ちょっとずれてるんですよね。失敗してるんですけど、もうこれでいきたいと思います。ちょっと妥協の理由になってしまうんですけど、今こちらに失敗の残骸がたくさんあります。何回やってもなかなかうまくいかなくて、
同じ条件であってもなかなか成功したり失敗したりで、ようやくできた確率何パーセントぐらいでしょう。ちょっと一桁台な気がしますけど、できた2つがこの今回の2つで、1個はちょっとずれてしまってますけど、かなり苦労しましたね。できたと思ったら途中からこんな風に斜めに反ってしまったり、途中で絡まってこんな風に失敗したり、難しい形状には見えないんですけどね。そんなになんか難しかったですね。とりあえず予約できた2つ、シャーク型のディフューザーつけてみたいと思います。Thank you.